ちは、ハートメンタルケアの田中です。今日は潜在意識のことについてお話をしてみたいと思います。潜在意識とは、無意識の部分ですね。無意識とも言います。ここの部分の潜在意識の状態がいい状態でないと、頭ではね、いくら前向きに考えていこう、プラス思考でいこうと思っても、なかなかその潜在意識というところは意識全体の中で言うと 90% を占めている意識なので、そこのパワーというのは非常に大きなものがあります。そこの 90% の力がある潜在意識の部分があまりいい状態でない人は、いくら頭ね、潜在意識の部分で前向きでいこう、いい方向に考えようとしても、潜在意識の状態の方のパワーに負けちゃうわけなんですよね。ですから、もう勝手に不安感が出てきたりだとか、自分のことをね、こう自虐的に考えて感じてしまったりだとかということになってしまいます。ですから、まずその潜在意識というところを整えて調整していくということが非常に大事になってきます。人がこう楽しく生きていくためには、この潜在意識というところの調整というのは非常に重要になってきます。ここがいい状態だとね、本当に、自然に何も考えなくてもね、いいポジティブないい方向に物事を捉えることができますし、感じることができるようになります。ここの部分を調整していくのが、ハートメンタルケアで行っている心理療法を使った催眠療法を使った潜在意識の調整ということになります。ぜひ、興味があるお話を聞いてみたいという方はですね、無料相談というのをやっておりますので、こちらの方を概要欄の方にリンクを貼っておきますので、1時間無料相談というのをまずはね、ご利用になってみて、心理療法、催眠療法というのはどういうものなんだろうというのをしっかりと理解した上で、メンタルケアを始めていくということがね、いいと思います。ぜひお気軽にご利用になってみてはいかがでしょうか。それでは失礼します。